はい、どうも、こんにちは、そこゆきです。今回はね、日常生活で役に立つマーケティングの知識参戦。これ、やってるだけで人間をコントロールできてしまいます。ちょっと怖い話なんですけど、ぜひ最後まで見てください。それでは、行きましょう。マーケティングって人の心理を動かしてお客様に商品を買っていただく、そういう行為なわけじゃないですか。ってことは、その知識っていうのは日常生活でも活かせるわけよ。対人関係だったりとか、プライベートだったりとか、いろんなところで活かすことができる。マーケティングって2種類あって、人の心を動かす文系的な側面、心理学的な側面と、そして数値分析、理系的な側面。この数値がこうなってて、ここの数値を改善しましょう。これらは密接に関わってるのね。ここの数値を良くする。LINE を見てもらう開封率を上げるためには、こういう風な訴求をしたらいい。だからここは心理学的なところに基づく。心理学的なところに基づく要素っていうのは、非常に日常生活で使いやすい。マーケティングっていうと、数字をいじってると思われがちなんだけど、実はこの心理学的なところのが大事なので、普段文章を書いたりとか、X 伸ばしたり、16万フォロワー弱いるんだけど、そういうのを伸ばす上で使ってる技術っていうのを、どんなところで日常生活で組み立つのっていうのが分かれば、別に商品売りたい人じゃなかったとしても、マーケティングを学ぶきっかけになったりとかするじゃん。だから今回はそれについて触れていこうかなと思います。一つ目。僕がマジでよく使ってるのは、プライベートで、間接メッセージでいう技術があるの。マーケティングとか、人間心理を動かす上で。間接メッセージと直接メッセージっていうのがあって、例えば、物事をなんか伝えたいなっていう風になった時に、直接的な表現っていうのは1個しかないんだけど、間接的な表現っていうのは無数に作ることができる。直接的な表現を何回も何回も言われると、人はうざいなって思うし、それって自慢ですかっていう風に思っちゃうんだけど、実は間接的なメッセージで言うと、それを感じずに相手の印象をコントロールできるって技がある。これを僕はめちゃめちゃ使ってます。具体的にどういう感じで使うかっていうのを紹介しましょうか。直接メッセージなら直接言うことね。例えば、自分は成功しています。これだけお金を稼いでます。だから私のようになりたかったら、この商品を買ってください。直接メッセージだ。私はモテてます。私のようにモテたかったら、この車を買ったらいいです。って、カーディーラーが車を売る。これ直接メッセージ的なマーケティングだ。間接メッセージ的な訴求ってどういうことっていうと、例えばさ、さっきレストラン行ったんだけど、チップって払うのよ、外国だと。チップって自分結構な金額するよね、つって。チップだけで多分今回の食事5000円くらいしたんじゃないって言ったら、多分チップって 10% くらいだから、ちょっと5万円くらいの料理食べてんだなっていう風なのが想像できるわけじゃん。これって間接メッセージなのよ。5万円くらいの料理食べてるってことは、この人お金持ってるんじゃないかなっていうメッセージになるのね。私は5万円の料理食べてますよ。こういう風になりたかったら、こうしたらいいよ。っていうのは直接メッセージでキモい。だけど、チップ結構な額出費するよねっていうのって間接メッセージだね。だから、基本的に全ての表現を間接メッセージで伝えるってことをすると、自分のブランディングが相手に嫌な印象を与えない。これ全然違うじゃん。今日5万円のご飯食べたんだけどさ、っていうのと、今日やたらチップ払っちゃったんだけど、すごい店員さんの接客も良かったし、チップ5000円って冷静にね、ドルで払ってたから感覚狂っちゃってて分かんなかったんだけど、普通に払っちゃって、後から考えたら結構高いなって思っちゃったんだって言ったらさ、両方すごい噛んでるんだけど、前者と後者では全く受け取り方が違うの。間接メッセージを使ってお客さんに訴求するっていう言い方は、日常生活でもめちゃくちゃ使えます。これを具体的にどういう風に生活に当てはめるのかって話なんだけど、前、飲み会に呼ばれたの。5人ぐらいで。結構ギラついた経営者の会で。みんな、ブランド本がどうとか、そういう話をしてたりするのね。こんな高いもの持ってるよとか。そういうのって直接メッセージなの。でもこの時計300万してさ、っていうのって、300万の時計を持ってる自分ってお金持ちでしょっていう直接メッセージなの。もっとお金を持ってるということを間接的に伝えた方がいやらしくないし、そこに対して嫌悪感がないのにすごいってことはリスペクトに変わるのよ。それをどういう風にしたらいいかなっていうのを考えるべきなのね。例えば、お金に執着がないっていうのを伝えることができれば、この人ってお金に執着しなくてもいいぐらい稼いでるんだなっていうのがわかるじゃん。お腹空いてる時ほど食に執着しちゃうじゃん。すっごい腹ペコなのに目の前のパン取られたら嫌じゃん。でもお腹がいっぱいな時にパン取られても別に気にしないでしょ。ことはお金に執着がないってことを見せれば間接的にこの人お金あるんだなっていうのを伝えられるわけよ。僕実は結婚歴があるのね。自己紹介とかで、自己紹介一発目ではないけど、ちょっと仲良くなってきた時に、実は罰あるんよねみたいな話をするのよ。だいたい5割ぐらいの確率で、結婚して離婚したら財産分与とか経営者だったら取られるんじゃないですかみたいな、そういう経営者の飲み会とかによく参加してる子とかだったら聞いてくるのね。で、その時に、お金は取られるけど別にお金だけじゃないみたいな。お金だけで本当にいいなって思った人と一緒にいれるんだったら、みんな結婚する時に財産取れるから結婚したくないとか言うけど、万が一不仲にならない前提で結婚して、不仲になったとしてもお金を取られるぐらいのリスクで済むんだったら、別に好きな人と一緒にいる選択を取った方が良くないみたいな話をすると、お金に執着してない。お金を稼ぐ能力が十分に高いっていう間接メッセージになるんだよ。理解できる。だから常にそういう思考で間接メッセージでアピールをしていくっていう癖がついてると、この人お金あるじゃんっていうのを暗黙ですり込むことができる。これが一種の洗脳テクニック。怖いこと言ってんだよ、この人ね。
次、日常で役立つマーケティング知識。よく言われてるやつなんだけど、神話の法則に基づいたトーク術。これはね、めっちゃ使ってるね。神話の法則って何っていうと、面白い物語を作るためのテンプレートみたいなもんなんだ。大体ディズニー映画とかって、型決まってるの。平凡な日常があって、そんで、非日常の誘いがある。挫折を味わって、それを解決する人がいて、幸せになるみたいな。例えばシンデレラは掃除してるみたいな普通の日常があって、魔法使いみたいな人が来てパッと綺麗な服に変えてもらって、よかったら舞踏館でパーティーやってるから行ってみなよって非日常の誘いがあって、そこで王様と出会うわけよね。で、それに挫折があるわけ。12時までに行かなきゃいけない。そして名前を名乗る忘れてしまった。そして王様と結ばれたいけど、あの周りの女からやっか抜けてる家族から、お前なんかが王様の恋人の中になれるわけないって挫折で、そこからそれを乗り越えて王様と結ばれるみたいな。そういうのって主人公を引き立てるためのストーリーテンプレート。これはマーケティングの世界で神話の法則って呼ばれてて、この通りにストーリーを掘り込んでいけば、あなたは魅力的に見えますよとか、主人公を引き立てることができますよっていうストーリーの型がある。白雪姫だってそうじゃん。普通に働いてて小人たちがやってきてさ、外の世界行こうよっつって魔女から毒リンゴ食べさせられて、それを解決するため王様が来てキスしたら結ばれましたみたいな。さっきの話のテンプレート一緒なの。大体のディズニーストーリー一緒なの。対立する二つの勢力があって、ある救世主によって解決される。そのテンプレートに自分の人生を当てられないかなって思って人と喋る。僕だったら普通の大学生でしたと。普通の大学生だったんだけど、IT スキルってものに出会って、そしてこのスキルを活用した結果として、ある程度大学生ながら稼げるようになりましたと。大学生ながら稼げるようになって独立した結果として、こういう困難が待っていました。最終的にこの困難をこんな出来事があって解決して、今こういう世界が切り開かれています。っていうストーリーを作れば、めちゃくちゃ魅力的に見えるよね。だから自己紹介の時とかに、そういうのを知らない相手に対して、そういう攻撃を仕掛けていく。それができると、この人漫画の主人公みたいじゃん。ワンピースだってそうだよ。ちなみに、せっかくこの動画を見てくれてる人がいるから、だけど、世の中のストーリーは、ディズニー型とダース・ベイダー型に分かれますと。僕のライティングの先生が言ってたことなんだけど。ディズニー型のストーリーっていうのは、明確に対立する勢力があって、その対立する勢力のことをギャフンと言わせるタイプのストーリー。例えばシンデレラとかって家族に意地悪されて、お前なんかが王様の恋人になれるわけないとか掃除しとけって言われて、最後結ばれてギャフンと言うみたいな。ダースベイダーはどっちかというと悪の勢力が攻めてきて、そして攻めてきた人と最終的に仲良くなるみたいなストーリーだね。だから対立勢力を潰すか、対立する勢力と仲良くなるかっていう違いがある。ワンピースは実はそれを両方統合したストーリーになってるんだ。対立する勢力を潰しながらも最終そこが仲間になるみたいなストーリー性がすごくあるから、ワンピースは天才的でそっとする方になってるのね。対立する勢力を仲間にするっていうダースベイダーの良いところも取り組んでれば、対立勢力をボコボコにしながらっていう、しかも挫折をしながらある展開があって、で非日常の誘いっていうのは悪魔のみだね。一般的なとこがいて、海賊っていう非日常のところに入っていって、いろいろ挫折しながら覇気強かれるんだったりとか、悪魔の見つかれるんだったりとか、仲間を集めて幸せなところに巣立っていくっていうストーリーテンプレートに、ディズニーのストーリーテンプレートの中にダースベイダー型の世界観をぶち込むことによって、世界最強のストーリーの型を作ってるのがワンピースなのよ。じゃあそのストーリーの型を日常生活で自己紹介の時とかに使うことができたら、自分の人生がワンピースのルフィになる。そんなのさ、魅力的に見える決まってるじゃんっていう話。次、マーケを学んでて日常生活でも役立ってる知識。三つ目は、その行動とか心理を段階分けして考える癖がついたことかな。これ今までの冊とはちょっとテイストが違うんだけど、例えば、お客さんと初めましてってあってから、商品が売れるまでって違うのよ。その目の前の人の価値観が変わってなきゃいけない。で、その時に僕がマーケターとしてどう考えてるかっていうと、まず目の前にいるお客さんが最悪の状態であるということを想定する。それに対して商品を買ってもらうってなると、最高の状態になってもらう必要がある。最悪の状態と最高の状態っていうのを定義するとどうなるかっていうと、最悪の状態っていうのは、目の前にいる迫勇気っていう人間を信用していない、この商品のことを信用していない、商品を買った先にどういう風な未来が手に入るかが理解していない、この人がなぜ今不幸なのかを自分のことを分析できていない、でその不幸になってる原因を取り除く手段を理解できていない。お客さんが商品を買わない理由っていうのとか、その人の中にある価値観っていうのを全部洗い出していって、じゃあ実際に商品を買ってくれるお客さんの像ってどんなものっていうのを洗い出すときに、販売者である僕のことを信用している、うちの会社のことを信頼している、うちの教育授業やってるんだけど、動画編集スクールとかプログラミングスクールの実績だったりとかを評価している、そして自分が幸せになるためには動画編集っていう技術を学ぶことが必要不可欠だと理解している、これどうやったらいいか分かんないのか、そういうことからこういうふうに変化していく、動画編集を学ぶんだったら独学よりもちゃんとお金を払ってスクールに行った方がいいとちゃんと理解している、こういうふうに最悪の顧客状況から理想の顧客状態になるように、この価値観を変えてあげるってことが、さっきの感情的なマーケティング施策の主たる目的なんで、っていうことが分かってから、日常生活でも同じじゃんって思った。じゃあ目の前の人と付き合いたいってなった時に、目の前にいる女性の最悪の印象と付き合いたいってなってる女性の最高の状態って何なんですかっていうのを当てはめていって、そこの最悪の状態から最高の状態に持っていくためのステップさえを全てクリアすることができれば付き合えるわけじゃん。例えばデートの事例が分かりやすいと思うから、目の前にいる女性が自分に対して最低な印象を持っていると仮定したら、まず自分に対して興味がない、男性として見ていない、
自分のことを尊敬していない、自分といても楽しい未来があると思ってない、自分の遺伝子を取り込んで子供を作っても大した子供が生まれると思ってない、みたいな風に洗い出していく。じゃあ逆に付き合いたいと思ってる対象ってどうなの？次洗い出していきます。尊敬できる人がいいとか、遺伝子的に優位な人と結婚して子供みたい、子供を産んだ時にちゃんと子育てを手伝ってくれる人がいいとか、この人怒らない人だなんて確信してるような人と思ってほしいみたいな、いろいろあると思う。じゃあそこの要素を一個ずつ一個ずつ会話の中でさっきの間接メッセージの技術を使って伝えていって解いていくと、さっきの状態からこっちの状態にレート中に会話を使ってこの人の価値観を変えることができるわけね。だからマーケティング学ぶとすごいいろいろ良いことがあるよっていう話。人間関係を改善するマーケティング技術という商品作って面白いかもね。掌握ですね、完全に人心掌握って、はい、でも今言った3つ全部人心掌握そのものですよね。人の心をつかみに行く参戦もはや。ってことで今回の動画はこんな感じで終わりにしましょう。悪用はしないでくださいね。悪用したら大変なっちゃうんで、これ本当ですよ。普段ねそういう話とかは LINE マガジンの方でしておりますし、その LINE マガジンは今ねセールスシナリオを突破して普通に価値提供だけに特化してます。ぜひ興味ある人は楽しんでみてください。資本主義攻略の裏マニュアルっていうね、僕が結構熱量高く喋ってる動画もリニューアルして配布しておりますので、ぜひそちらも見てみてください。特典として配布しております。それでは今回の動画は以上になります。どうもありがとうございました。最後に1分だけお時間をください。概要欄から個人がゼロから結果を出すタコユウキの人生を好転させる LINE マガジンにぜひご登録ください。最初に言っときますが、この LINE マガジンでは商品をセールすることはありません。僕はですね、自分の利益ばかりを考えてみんなから奪い取ってやろう、お金を稼いでやろうって思ってるインフルエンサーに嫌気がさしています。商品を何も売らない、あなたの人生を変えることだけを約束し、価値提供に徹する LINE マガジンを作りました。このマガジンに登録してコラムを読み進めていただければ、売上、利益、時間的自由ができるのはもちろん、さらにその上の、あーなんかすごい人生変わったな、なんか人間関係も良くなったなっていうような体験をお届けすることをお約束します。まあね、この LINE 正直かなりお金かかってます。要は LINE っていうのは配信するのお金かかったので、いつ配信終了するかわからないので、ぜひ今のうちに登録していただければなと思っております。それでは概要欄からお待ちしております。